青コーナー192センチ 101.1 キログラム K1 ブレイブス99トーナメント優勝ジャビット・バイラミ。アンディのマナ弟子ジャビット・バイラミスイス。187センチ 102.2 キログラム WBC 世界ヘビー級王者マーティン・ホルム。元ムエタイチャンピオン高速の左を持つ男マーティン・ホルムです。今年にかける思い強いものがあります。ホルム、同じ新世代と言われていたレミー・ボンヤスキーの優勝に大きな刺激を受けました。一方のジャビット・バイラミ、今年の3月ホーストと対戦、その時よりも確実にコンディションは上がっています。一旦グローブを軽く合わせて両コーナーへと散ります。将来の K1 チャンピオンの一人と呼ばれていたマーティン・ホルム、今年こそという思い。さあ第一ラウンドのゴングが鳴ります。赤いトランクスジャビット・バイラミ、そして青いトランクスマーティン・ホルム、スウェーデンです。これはね、共にすごい実力者同士の対決なんですよね、はい。マーティン・ホルムなんかはもう本当に確実に、世界のベスト16には入る、はい、もうベスト8一歩手前の選手だと思います、はい。ここも強烈左のミドルと左の、ね、パンチをすごい、はい、特にサウスポーの左ですよね、このサウスポースタイルから非常に力のある蹴り、そして2位あるいはパンチというのを繰り出していきます。ここも左からコンビネーションです。でジャビット・バイラミの方もですね、本当にアンディの弟子なんですけども、どんな強豪とやっても、ま、かつてミルコにも勝ったことありますけども、本当に判定までは必ず持ち込む、はい。KO 負けなんかほとんどしたことない選手です、ただマーティン・ホルムにしてみればこの強いバイラミを相手に、谷川さん、はい、去年はレミー・ボンヤスキーの優勝、はい、まあ、新世代と言われてきた男の一人として非常に悔しいものがあったと言います。そうですね、この試合どうしても結果を残したいマーティン・ホルム、まあ倒したいところでしょうね。一つハイキックを見せましたバイラミです。この綺麗なファイトスタイル、まあ、非常にファイターたちの間でも高い評価なんですが、いや本当にコースともこの、あのジャビット・バイラミもマーティン・ホルムも強いっていう、ね、評価してますし、ただどうですか谷川さん、今回はその強さを見せてほしいという気持ちも。そうですね、ここは右のハイキックはバイラミです。ああいうミドルですよ。ここもミドルを見せていきました。一茂さん、はい、このマーティン・ホルムなんですが、もともとその潜在能力が高く評価されていました、このここまで立ち上がり、まずどうご覧になりますか。そうですね、まだお互いに、ね、こう様子を見ているような状況で、はい、ここは膝、そして一旦突き放していきます。そして近づいていって左、この左ですよね。そうですね、注目、一発で倒す力持ってますからね、はい、元ムエタイチャンピオン、バックボーンはムエタイです。残り1分となりました第1ラウンド、実力者同士の試合。一方のジャビット・バイラミは、まあ、スパーリングの相手がずっとサウスポーだったということで、はい、このサウスポー対策には自分は自信がある、試合前はこうコメントしました。ブレイク、これブレイクが入ります。とにかく足を止めずに動き回ること、それが僕が勝つためのポイント。192センチジャビット・バイラミ、一方の187センチのマーティン・ホルム。あのジャビットは本当に、ね、あと気持ちですよね、はい、気持ちが本当にアグレッシブに攻めて、でもう最後、ね、相手をあのぶっ潰すんだという気持ちがあれば、本当にあの一つや、山をハードル超えるような気がするんですよね、はい。左フック、マーティン・ホルム今日気合入ってますよ、はい。先ほどからそのパンチの瞬間にも何かこう気持ちの入った、はい、そんな表情を見せています。ジャビット・バイラミ、終了のゴングが鳴りました。マーティン・ホルム対ジャビット・バイラミ、まずはお互い様子を見ながらという第1ラウンドになりました。もともと K1 に参戦して来年2005年には必ずチャンピオンになる、そう話していたマーティン・ホルム、体重を増やして、もともと80キロ台の選手だったんですが、今はナチュラルに100キロを保てるようになりました。そしてこの肉体は完全に自分のものになった、いい蹴りでしょうね、はい、その言葉が示すようなこの非常にスピードのある左のミドル。あ、ここももうバイラミの体をねじ曲げていくような、そんな勢いがありました。
名盤で頂点を取るために体重を増やしてきたマーティン・ホルム、その頂点への挑戦、今年日本での初めての K-1 のリングです。第2ラウンドが始まりました。ここは右のミドル、右のハイキック、ガードの上からですが、ジャビット・バイラミ、そして左、非常にそのこの距離という意味ではどうでしょうか。逆にマーティン・ホルムはなかなか懐に飛び込んでいけないところもあるかもしれませんが、やっぱりあの左のミドルを、ね、マーティン選手が打った後に、ええ、バイラム選手がやっぱりあのジャブとか右のストレートを絶対返してるんですよね、はい、顔面ね、はい、その分ちょっと踏み込めづらいですよね。踏み込みづらいというところですね。そしてもう一つ左のミドル、マーティン・ホルムです。かつてはミルコも破ったジャビット・バイラミ、まあ、のりかさん、はい、そのあたり気持ちが、ね、出ればという谷川さんの話もありましたけれども、そうですね、やっぱりアンディ・スピークスを受け継ぐ選手の一人としてね、やっぱりググッとそういうところが出てくるんじゃないでしょうか、はい、バイラミ選手の方がリッチがあるんじゃないですか。192センチ、そして187センチという身長差は5センチなんですが、それ以上に何かリーチの差を感じるような。そうですね、はい、マティンホルムは本当に80キロの選手でしたからね、はい、マーティンホルムは自分が頂点に取るためにはどれだけ体の大きい選手を相手に勝てるか、そこを課題に挙げていました。一つそういった意味では大きな試金石となる今日の試合です。バイラミ選手の方が、ね、距離の取り方うまいと思うんですよね今の、はい、マーティン選手が懐に飛び込んで距離を殺してね、いいファイトした方がいいんじゃないかなと、はい、赤いトランクス背中を抜けていますマーティン・ホルム、失礼、ジャビット・バイラミ、そして青いトランクスがマーティン・ホルムです。バイラミは本当に前ですね、うまくちょっと地味なんですが、はい、うまく殺してますよね。そして膝、あのマーティン・ホルムのいいところです、はい、相手の、まあ、切っ先を、ね、潰すというか、まあ、あの本当に左のジャブでねすごくよくタイミングというかあの距離測ってますよね、はい、バイラミ選手はね。ちょっと黒男のみの試合です、ね、なるほど、非常にレベルの高い相手の長所を潰し合う、そして自分の良さを生かしていく。今のねジャブでも、入りづらい、そんなに強く打ってないんですけど、ね、はい、相手が嫌がるようなジャブですよね、はい、そしてローキック、この奥足へのローキックいいですね、はい、これ後半効いてくると思います。何か相手の戦闘意欲を伏せさせるようなそんなローキックになりました、ジャビット・バイラミ。フォーストもですね、マーティン・ホルム、まあ、結局フォーストも判定になっちゃったんですけど、はい、奥足蹴ってたんですよね、はい、あの左側の足ですね、マーティン・ホルム、はい、前の足じゃなくてですね、奥、をローキックで攻めて後半盛り返したという、はい、左のフックです。大きなフック、マーティン・ホルム、ややこの長身のバイラミに手を焼いている、そんな印象があります、ちょっと顔色悪いですね、はい、小さく合わせて今度は左、ジャビット・バイラミ、アンディ・スピリッツを受け継ぐ男、今日はその姿勢を前面に押し出して3ラウンド、ここで終了のゴングを聞きました。試合は最終ラウンドへと持ち越されます。192センチ、もともとその自分のパワーには自信があったそうですが、ただそのパワーをどう生かしていいのか正直よく分かっていなかった、ただ今はそれがつかめるようになった、試合前にそう語ったバイラミ、何かその片鱗を見せているような今日のファイトです。アンディなんかで言ってたんですけど、本当に道場でのジャビット・バイラミってもう無敵ぐらい強いんですよね、ただそれが試合に出ないっていうですね、それがジャビットの結構弱点であったんですけども、はい、今日なんか見てるとやっぱり相手の良さを消すのはうまいですね、はい、そして足りなかった一つの部分、気持ちを前に押し出す、そんなファイトが今日は見えています。ジャビット・バイラミ、試合は最終ラウンドへ、チームを決する最終ラウンドが始まりました。赤いトランクス、ジャビット・バイラミ、そして青のマーティン・ホルム、今度は右振り回すような大きなフックです。ただこの距離ですとまだジャビット・バイラミの距離、マーティン・ホルムとしてみればもっと近い距離、飛び込んでいきたいところ。左のストレート、アッパー、ただこの一撃のパワーというのはマーティン・ホルム、ね、もちろん十分に秘めています、はい、まあ、あのグラーベがね本当に一撃で倒されてしまいましたから、はい、K-1 新世代と言われていたこのマーティン・ホルム、レミー・ボンヤスキーに先を越されました。
その忸怩たる思い、今年のグランプリは必ず頂点へ、その道を駆け上がる強い思いを持って臨んでいます。今日の試合です。ジャビットが本当にペース掴んでますよ。はい、本当に、マーティンフォルムの引き先を制しますよね。はい、今のロキック良かったですね。距離を詰めてきた、左高速の左です。マーティンフォルム一気に試合の流れを変えるか。ガードの上からですが、いいパチンという音、はかりかれますね。左のミドルロキックが良かったですね。バイラミ選手の決め手っていうのはないですか、ね。うん、はい、ガードをしながら、ただここは強い気持ち、前に出ていくバイラミです。まあ、3ラウンドですからね、行った方がいいですね、お互いに。最終ラウンド、まあ、この後2ラウンドの延長というのも用意されていますが、まずはここまでどちらが優位に立っているか。ここはローの打ち合いになる。西岡さん、はい、バイラミサイドなんですけどもね、スティーブ会長がついてましてね、はい、やっぱりここまでペースを握っているんだけれども、あと一歩決め手がないところ、相当ね大きな声でね指示出してますね。はい、ノロノロやってるんじゃない、そんな指示です。あ、長坂アナウンサーのリポートですが、かなり激しい言葉が飛んでいる。まあ、これまでその気持ちが一つバイラミにとっては大きな壁になっている、そんな言われ方もされてきましたが。そうですね、本当にスティーブトレーナーが言うようにですね、ペース逃げてるんですけど決め手がないんですね。相手の長所は消しました、今度は自分のいいところを見せてみろ、はい、そうですね、そんな気持ちですよね。マーティン・ホルムはここでバイラミに苦戦しているようでは、今年の目標グランプリファイナルへ、その道は厳しいものとなります。左、いつこの高速の左が火を吹くか。左のローキック、まあ、勘違さんをまず今うーんという言葉が出ましたけれども、バイラミ選手の距離ですからね、はい、マーティン選手の打撃もそんなに当たってないですよね。今一瞬かかとを見せた、ちょっとマーティンゴルム疲れてきましたね。はい、スタミナの部分でも残り30秒を切っています。最終ラウンド、インファイトしてフックですよね、そうですよね。そこに打開策を見出していきたいところですが、残り10秒の標識を聞いた。さあ、最後にラッシュに出るのはバイラミか、大きなフック、マーティンホルム、そして右のミドル。ここで第3ラウンド終了のゴングが鳴って判定へと入ります。大きく手を挙げたのはジャビット・バイラミ。マーティンはちょっと疲れましたね。ただこれ判定は微妙ですね。はい、ペースを握ってたのはやっぱり本当にジャビットだと思うんですけども、はい、やっぱマーティンの決め手がもう一つですよね。その決定だという意味で果たしてあったかどうか。そうですね、それをジャッジがどう取るかというところです。一つ一つのこの左の輝きというのは十分にありましたマーティンホルム。ただ今回はジャビットバイラミ、相手のいいところを消して消してというファイト、そして最後は気持ちの入ったラッシュを見せました。試合終了、第3ラウンド終了までその手を休めなかったバイラミです。やっぱりジャビット強いですね。まあ、どの男と戦えと言われても僕は決して背中は向けないんだと。そうですね、でどの選手やってもこういう形でですね、はい、相手のいる消すんですよね。はい、さあ判定です。まずは1人目バイラミ、差がついた、バイラミです。勝者ジャビットバイラミ、判定は3対0。